というわけで、おはようございます。マッチです。ご視聴ありがとうございます。さて今日はですね、ドローンの話題です。めちゃくちゃ久しぶりドローンを取り上げるので、今は時刻はもう12時を過ぎていて、もうねすでに眠い状態なんですけど、どうしてももういち早く動画にしたいことが一個ありまして、今ちょっと撮ってるんですけど、ちょっとびっくりしちゃって、一個マビックミニ SE って知ってます？マビックミニ SE、 これいや全然知らなくて、情報も何も、それについて今日徹底解説しようと思うので、ぜひ最後までお楽しみください。というわけで、まずマビックミニ SE、 これどこで知ったかっていうと、そもそも自分が編集を担当してるチャンネルが1個ありまして、キャンプの松山家っていう、こうカナダで、キャンピングカー生活をしてる4人家族がいるんですけど、その家族がね、このドローン買うんだよっていう話を、ね、いろいろ相談受けてて、何がいいかねって話の中で、マビックミニ SE ってどうなのって聞かれて、いやマビックミニ SE って聞いたことないですけど、なんすかそれっていうところから始まったんですけど、なんかね、どうやら海外限定で今出てる機種らしくて、まだ日本には出てないみたいなんですよ。軽くその時に調べたら、なんかこれやばいっすね、この機種。これがね、ドローン正解なんじゃないかなって今ちょっと思ってて、ちょっとなんで詳しく調べようというか、お話しようと思うんで、ちょっと一緒に知りましょう、マビックミニ SE について。でね、まず1個、まず最初に知っておいてほしいことというか、一番の売り、これね、もう価格破壊にもね程があります。ですね、どうやら299ドルだから、299ドルっていうのはいくらだ、だいたい3万2000円ぐらい、アメリカドル計算で。自分このマビックミニ買った時5万円ぐらいだったんで、もうその時点で2万円ぐらい安いんですよ。しかもですよ、安いのにもかかわらず性能はミニより圧倒的にいいっていう。これですよね、やってくれましたよ、あの DJI さん。じゃあそのマビックミニ SE、 どんな、スペックなのかっていうところをね、まず、撮影画質、これは、2.7K 撮影できます。これはねマビックミニと同じ、マビックミニ2では 4K までいけるんで、ちょっと下ぐらい、まあいいでしょうっていう感じなんですけど、多分ねカメラ性能上がってるからいい絵撮ると思いますよ、これ絶対。三軸ジンバルは一緒ね。でもちろんクイックショットとか、ドローンにサークル、ああいうなんていうんだ、自動撮影みたいのももちろん搭載されてます。基本的な性能はもう全部搭載されてます。で1個驚いたところ、まずねこれもう SE のすごいところ1個、伝送距離なんですけど、4キロぐらいまでいけるらしいです。4キロ、マビックミニは2キロなんで2倍です。マビックミニの2倍の性能あります。でちなみにミニ2は6キロいけるらしい。6キロ。でですよ、この伝送距離と並んで、もう一個 SE のものすごい部分、飛行時間、これですね。この飛行時間、これ本当なのかな？なんか言っても、公式のサイトっていうのが見つからなくて、ちょっとリークサイトみたいなところを見ながら説明してるんで、この情報によると、30分飛行できるらしいです。30分。このミニは18分です。ミニ2も18分、ミニも18分、でも SE は30分なんですよ。これ本当なの？バッテリー性能がめちゃいいってことかな、多分。で1個、まあ、注意点として、まあデメリットというか、まあここが微妙だなっていうところは1点だけあって、グラム数、本体重量なんですけど、基本的には日本の今の法律でいくと
199g 以上の、ドローンはなんていうんだろう、いろいろ申請出したりしないと飛ばせないっていう問題があって、マビックミニは 199g ギリで作ってあるんですよ。ミニ2も同じなんですけど、SE はこれ多分海外オンリーで今発売されてるんで向こうの法律に合わせてると思うんですけど、 249g あるらしいんです。だからここの重量のアップっていうのが多分バッテリー容量のアップっていうことだと思うんですよね。でそこが上がってるからこの飛行時間が伸びてるんだと思うんですよ、きっと。なんでもしかしたらこれもし日本で発売されるとしたら、自分の予想ですけど、199g 以下に制限されて、飛行時間も短くなると思います。コントローラー、これ Mavic Mini 2と同じ型になってるらしいです。一応あの参考画像も、動画に載せてると思うんで、こんな感じのセットアップになるのかな。じゃあなんで DJI はこのめちゃくちゃ価格破壊ドローンを、海外で出してるかっていうのを情報がね軽く出てたんで、いろいろ調べたんですけど、どうやらこれマレーシアとかで売られてるらしくて、アメリカはどうなんだろう、でもドルで出てるからちょっとわかんないですけど、あんまりめちゃくちゃ詳しい情報は出てなくて、DJI の狙いとしてはそのドローンがあまり需要のな今までなかった部分に売り込むために安価な最強ドローンを売り出してるらしいです。多分そういう狙いがあって DJI 出してるんじゃないかっていう、見解はありました。なかなか日本でこのまま発売するってことはしないんじゃないかなとか思ってるんですけど、でも出てほしいですよね。これ出たらもう買いですいやこのままの状態でこのスペックで出たらもう買い直してくださいっていうレベルです、これは。いや最強すぎるよね、さすがに。というわけでこんな感じの、Mavic Mini SE なんですけどいやもうこれさーっと情報見ただけでも圧倒的に最強ドローンなんで、まあ欲しいですよね欲しいんですけど、多分日本からじゃ手に入れる方法がない気もするんで、ちょっと今後の、動向を見守るぐらいしかできないんですけど、まあ、その、ね、自分が編集してるキャンプの松山家がもしかしたらカナダで買うかもしれないんで、ちょっとそれを自分は楽しみにしてようかな。カナダの、すげえ綺麗な映像、もし買ったらねすげえ綺麗な映像を撮影してくれる日がもしかしたら近いかもしれないので、このチャンネルでもそしたらちょっとこっそり紹介させていただこうかないやちょっと欲しいですよね。まあでもこの価格破壊はさすがに日本では難しい気はするけど、そもそもこの Mavic Mini が出て、その後に Mini 2が出て、その Mini 2が、そこそこ高かったんですよね。なんで Mini 2を買うんだったら、もう一個上のランクの Air シリーズを買った方がいいんじゃないかみたいな動画を前回出した気もするので、だからね、そのなんていうの、小型のそのマビック系のドローンを待ってる人多いと思うんですよなかなかミニ2には手を出せないけど、今更マビックミニを買うのはどうだろうっていう人も多分いると思うんで、これもうちょいね、まあ、価格上がったり、そのなんていうの、飛行時間が下がったりしても、まあなんとか日本版としてこれを出してほしいっすね、自分の中では。そしたら絶対買い替えると思いますもしいろいろ詳しい情報を知ってる方いたらコメントしてください。全然情報出てなくて、これ検索しても、で自分もこれこういう情報を手に入れる人はどっから仕入れてるんだろうっていう状況なんで、ぜひ教えてください。
まあそんなところで、今日は DJI Mavic Mini SE ちょっと解剖させていただきました。また最新情報やそのカナダからのね映像をね楽しみにしながら、動画作ろうと思うので、また、ドローンの動画更新しようと思います。ぜひチャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。ちょっと今日は遅いので寝ます。おやすみなさい。またです。ありがとうございます。